どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もこの小さなウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ今回は日本のロックバンドザ・イエローモンキーの太陽が燃えている、こちらの曲をこの小さいウクレレでガズレレ流簡単バージョンでやってみようと思います。これはロックですよ。バッチリ決めちゃいましょう。いつものように2バージョン。最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにアレンジしたガズレレ流シンプル簡単バージョン。後半はロックです。もうグイグイこのぐるんぐるんいく感じのグラムロックの雰囲気が出るように。リズムがやっぱりね、肝になりますからね。かっこいいバージョン。2バージョン。最後までご覧になってください。さあ、大好きな曲、思い出の曲、もう、あの人生を変えたあの一曲。それをですね、CD 聴いたりカラオケ歌ったりするのもいいんですけど、楽器を使って一緒に弾く弾き語り、これぜひおすすめしたいです。それの中でもウクレレっつうのはもうほんと簡単なんで、楽器とか音楽諦めていたそこのあなた、これを機に始めましょう。で、今ご覧になってる YouTube を見てるだけでどんどんもうすぐにできるようになりますからね。で、ウクレレって何がいいかって、やっぱね、弦も4つしかないし、ちっちゃいんでね、いつでも触ってられる、持ち運びもいいんですよね。で、簡単なんですよ。これがまあポイントです。簡単なだけじゃないですよ。やったらわかるけど、奥もすごく深いんで、ずーっと続けられるパートナーになります。皆さんぜひ、気楽に、楽しく音楽始めましょう。で、もうちょっとしたらここにリンクあります。このリンク先の初心者レッスンはここというところでジャンプしていただいて、数字の順番通りにこう動画を見ながらウクレレ触ってるだけで、あれ？私もしかして今できてんじゃない？すぐそうなりますからね。はい、じゃあ行ってください。初心者レッスンはここを行ってらっしゃい。クリック！いってらっしゃい。そこにはすでにですね、700曲以上のありとあらゆる音楽の簡単ウクレレレッスン動画がもうアップロードされております。皆さん、すごいですよ。定番の J-POP ロックとか、最新の J-POP、洋楽もたっぷり、ハワイアンももちろんあります。あとは演歌とかね、映画音楽、アニメソング、もうほんとありとあらゆるものを日々こう、簡単にウクレレで弾けるように、このカズさんがやってるんですけれどもね。さっきのね、リンク先の方に、ホームページに行くと、曲検索できたり、ジャンルボックスから、いろいろ探せたりするようになってますので、ぜひ、どんどん音楽始めましょう。さあ、行きましょうか。ザ・イエローモンキー。太陽が燃えている。まずはシンプル簡単バージョンからやってみます。1,2,3,4。悲しみの雨が止み、希望の空の下で、孤独の服で着飾った。ささやかな夢を見て、プレゼントのリボンのようにときめく君と結ばれたい。胸の真ん中を刺激する熱い思いに包まれて、口づけすれば暗い夜空に朝日が昇るだろう。燃えているギラギラと燃えている、二人が愛し合うために他に何もいらないだろう。その唇僕のために、この愛を君のために、耳元で囁くのさ、君の体の中、僕の体の中、太陽が燃えてる。せーの、太陽が燃えている、ガズレレ流簡単バージョン、ショートカットバージョンでございます。これ一番ずーっとやって最後の最後エンディングに行ったというね、もうちょっとかなりショートカットしてますけど、もうここでも結構ボリュームあるんですよ。本当は1番やって2番やって B メロなんですけど、1番やって B メロやってサビやってて、また2番も省略してるんでございますけれど、それでも結構こうボリューム感があるということで、ひとまずガズレレ流ではこういうショートカットアレンジで、やらせていただきました。そしてですね、動画と一緒にできるようになった方、あるいは全部やってみたいなという方、ノートにご自分で書いていくといいと思います。その時の参考になるように、私のノートを見ていただこうと思うんですけど、ちょっとね、これ、今、イントロは、
かっこいいバージョンでやります。ちょっとこれね難しい、いろいろ小技が入ってるんで、今のシンプル簡単バージョンはいきなり A メロから、はい、やりましたということになっております。で、ガズレレの楽譜の特徴、この下にくるっと書いてあるやつはこれかっこいいバージョン、今のは全部上の段のやつをやりましたということですので、その辺をちょっと確認しながら、ここのイントロは後で解説しますね。まずはここの A メロ、この辺は、シンプルでかっこいい感じの、構成になっております。ね、一時停止でメモってください。で、ここ B メロね。はい、ここ B メロ。で、ここからサビになりますと。はい。いいですね、この感じ。グラムロック、ロック。なんか、やっぱイギリスっぽい感じの、雰囲気がプンプンですね。かっこいいです。で、ここ本当は、ここだけ最後のエンディングの、バースを使ったということでございまして。はい。で、かっこいいバージョンをここでまたもう一回イントロに戻るっていうアレンジにしようと思うんですけど、今のはここで終わったという感じでございます。はい。じゃあね、出てくるコードを解説しましょう。今出てきたのは ここに書いてあるコードです。ちょっと今ずらっと読み上げますね。C、C7、Am、F、Dm、D7、G7、E7、Em7。これですね。これはですね、ちょっと今日場所が、まあ、このショートカットバージョンでもちょっとこの1ページにギリギリ入ったかどうかって感じなんですけど、このね、今読み上げたコードはこれなんですよ。ガズレレ必須コードと言われているグループのメンバー、フル出演みたいな感じでございまして、このガズレレ必須コードというのは、本当はね、コードってこういろいろ覚えなきゃいけなくて、本当これ多くて、星の数ほどあるんですよ。なんだけど、そもそもね、全部覚えるのことも不可能だし、まあ、大変じゃないですか。じゃあどうするか。ウクレレで、ね、皆さん音楽始めようと思った。その方は、ウクレレにとって、ものすごくお友達で仲良くて、ものすごく便利なコードのグループというか集団があるんですよ。それをガズレレ必須コードと言ってます。これは8個、7個、9個とか10個とか、そのぐらいの感じのボリューム感なんですけど、とはいえ、1個ずつは簡単なんですよ。指1本とかいっぱいあるんですけど、8個いっぺんに覚えようと思うとなかなかちょっとコツがいるんで、その、すぐに覚えられる、すごくいい動画、私が撮ってるんですけど、ここに貼っておきます。ここで分かりやすい脳みそにストンと落とす、分かりやすい動画の解説、絶対ここで覚えておいてください。これが基本になりますということです。はい。では、こっから、もう早速ですけど、かっこいいバージョンの解説に入っていきます。かっこいいバージョンはですね、ちょっとこっから急にガーンと難しくなりますから。まず出てくるコードが増えます。ですね、ちょっと解説しますと、一番、一般的なやつからいくと、Fm というコードが出てきます。これさっきは Dm で置き換えたところなんですけど、今度は Fm 使いますね。Fm ちょっと見てくださいね。これですね。これは初心者の方が最初に突っかかるコードだと思うんですけども、押さえる場所はここと、こことここで、こうやって押さえるのが一応、教科書通りという感じですかね。で、ガズさんの場合は、この一番上のところを親指で握り込んで押さえちゃうという押さえ方をしています。どっちでもいいですけどね。はい。押さえやすい方でいいと思います。まあ、どっちにしろちょっと厄介っちゃ厄介。親指で押さえたいときは、ぐっとこう握り込まないとダメですからね。で、人差し指のときは、こう下に、こう下に入れ込む。握るときは上みたいな感じで使い分けてやってみてください。で、今日はちょっと特別スペシャルコードです。これ、ガズレレオリジナルアレンジコードで、たまに出てきます。サザンとか、ドリカムとかでよく使うコードなんですけど、これ見てください。G シャープ星。これ。まずこれやってみましょう。この形よく見ていて。押さえる場所はね、ここと、こことここです。そうすると、こういう感じで押さえるのがいいと思うんですね。こう。こうですよ。こう、あ、こうか。こう、こう、こう。こうです。で、4弦も弾いちゃう。開放弦のまま。そうすると、こんな響きになります。こんな響き。はい。これが G シャープ星。で、今度、もう一個、A シャープ星っていうのは、この形のまんま、1個、2個、この5フレットのところでこの形のまんま弾くってやつですね。はい。これがイントロで出てきます。G シャープ星と A シャープ星。これ覚えておいてください。これがね、ロマンティックな響きじゃないですか。これはね、いいんですよ。で、一瞬ですけど、イントロだけで出てきますから。イントロで、今回はかっこいいバージョンで言うと、最後のエンディング感で出てきますんで、これ覚えておいてください。じゃあ、どんどんいきます。まず、リズムなんですけど、基本的な弾き方これ、ドン。16ビートのチャでございます。こんな感じ。悲しみの雨悩み。ガンガタカツタスタスカバカタカガンツカカツパスパスカ。この感じですね。ドンドンドンツタスカポコタンツカポンポ。このドラムを意識するっていう感じ。このやっぱりね、このブリティッシュロックというかまあ、こういう感じのリズムがね。で、ちょっとシャッフルって跳ねてる感じがいいんですね。チャカチャカチャカチャスカチャカチャカチャカ。はい。
あの感じのリズムをやってみましょう。で、この16ビートのチャって実はちょっと難しいんですよ。で、弾き方の解説、ここにリンク貼っときますけれども、この弾き方はですね、16ビート、あ、この今のリンク先は、ガズレレホームページの1枚で、ウクレレでできるリズムのいろいろというホームページの1枚なんですけど、その中から16ビートのチャという動画でマスターしてもらいたいんですけど、16ビートのチャができるようになるまでは、まずはね、8ビート完全にマスターしてください。最初に8ビートね。その後8ビートのチャをやって、その次16ビートのマスターして、その次16ビートのチャという長い階段を登るような、ドラマですけど、まあ、それも獲得していってぜひやってみてください。で、そのリンク先にあったカッティングっていうところもあるんで、今回結構ねカッティングも出てくる箇所多いんで、カッティングっていうのは何を言どういうことかっていうと、例えばですね B メロの胸の真ん中を刺激するのところで、ここにも書いてあるんですが、ここダダ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 、これテロップにもダダとか書いておきますけど、このダーダーとかいうときにダーダーカカカカ、こう左手触ってるだけ、触ってるときにカチャってやるんです。ダーダーチャカチャカダーダーチャカスタスタスカダ、これをカッティング、ダツツツダツツ、こんな感じです。この弾き方の解説もさっきのねリズムのいろいろ弾き方のところにあるんで、これもマスターしてください。ということで B メロもあんな風に決めが入りますからね、動画のテロップとちょっと見合わせてください。曲の中は全体的にさっきのちょっとシャッフル気味のブリティッシュロックっぽい16ビートのチャで流れていくんですけど、この曲、イントロがもうめちゃくちゃ肝になります。ちょっと最初にデモ演奏してみますんで、まず見てください。まずね、イントロ1とイントロ2というふうに2つに分けます。いいですか。じゃあまずイントロ1から1,2,3,4。難しいでしょ。これね、これがなかなかね、まあ難しいっていうか面白くもあり難しいです。ちょっとここ見てもらえますかね。 C でここ3弦の023って書いてある。 CCC023 でシンコペーションで E7 っていう感じなんですよね。 CC023E7 です。今023っていうのは3弦ですよ。いきますよ。 CC023 これ全部弾いていいです。右手はこうね、00023、つまりこう3弦上がってくる E7、 これ E7 はシンコペーションで前に食い込んできます。この矢印マーク、これたまに出てくるんですけど、シンコペーションリズムが前にスコーンと食い込んでくるやつなんですけど、これを C と E7 のところの前に矢印書いておくんで、そうすると「デンデン023E7」ってこう前にスコーンってくるでしょ。これと同じ感じで今度次のとこ F からG シャープ欲しい。で、F 弾いたら今度はね、ここにも書いてある。さっきここでしたよ。F の時は、2弦の1、2、3って上げてきます。F、1、2、3、G シャープ欲しいです。すごいでしょ。2弦ですよ、今度は。F、F、1、2、3。わかった？ F って、こうでしょ？こうなってでしょ？ここが、1個ずつこう、上がってくるんですよね。1、2、3。G シャープ欲しい、 A シャープ欲しい。ここが難しいね。はい、これやりましょう。で、両方ともこの矢印のシンコペーションマークが入ります。ちょっと最初からゆっくり1,2,3,4。から A シャープ押しのところにもシンコペーションマークですね。これがイントロ1です。結構すごいでしょ。はい、じゃあ次イントロ2、こちらはですね結構フレーズの感じなんですけど、ここにはちょっと見てください。 C から C サスポって書いてあるんですけど、これあんまこれっていうよりはこれを見てもらえた方がいいと思うんですよね。2弦の000131って書いてある。0001 C 押さえたまんま2弦の000131って感じです。こんな感じです。0001312弦ね。 C は押さえたまんまよ。こんなフレーズです。で、0、2弦だけ C 押さえたまま2弦だけで0、0、0、1、3、1。
これイントロ1と2、ここちょっと難しいですけど、ゆっくりこだわってちょっとやってみるとまた急にかっこよくなります。ちなみにこれ最後の最後のエンディングでもこのフレーズが出てくるということで、ダブルで2回やります。はい、ここが肝になりますね、この曲は。で、曲全体的にはさっきも言ったんですけど、こうやっぱ独特のブリティッシュロック、グラムロックみたいな、なんかこう、あの独特な雰囲気があるんですよ。そこがイエモンのかっこいいとこだと思います。はい。そんなニュアンスがちょっと出せるように、なんかロックな感じでいきたいと思います。では、いきますよ。ザ・イエローモンキー、太陽が燃えてる、ガゼレ流かっこいいバージョン、ショートカットバージョンでやってみる。ザ・イエローモンキー、ガゼレレ流シンプル簡単バージョン、ショートカットバージョンでお送りしました。やっぱこの16ビートのね、こうあの感じ、あとやっぱイントロのあのあれもちょっと難しいですけどね、なんかあのイントロでだいぶ世界観がまたこう作られるかなという感じがするんですけど、まあ本当ロックかっこいいですね。ウクレレでロックとかも本当やっぱりウクレレってすごい楽器ですね。皆さんこういうロックの曲も皆さんどんどんチャレンジしましょう。ウクレレ楽しいなと思った方、周りの方にどんどんお伝えしてください。はい。で、チャンネル登録なんかもこの辺にあると思いますので、ぜひお願いします。ガズレレではですね、いろんなことやってます。ガズさんがリアルに全国飛び回ってイベントをやってます。あとはですね、このウクレレクラウドファンディング、あと1日、明日で終了です。このクラウドファンディング。そんなような情報とか、あと本をいろいろ出してます。その情報なんか。これからちょっと、ご紹介動画をひっつけときますので、お時間ある方はぜひご覧になってください。今日は見てくれてどうもありがとうございました。楽しく音楽やりましょう。それではご案内動画、どうぞ。はい。まずはガズレレ .com ホームページございます。すべてここを見ていただくともバッチリなんで、ここにリンク貼っときますよ。ガズレレ .com はこれブックマークしといてくださいね。いろいろ、楽しいこと盛りだくさんです。まずはイベント情報。一番新しいイベントはこれです。ドン !8 月4日。これは山梨県甲府昭和イオンモールですよ。はい。島村楽器さんのイベントとしてこれ開催します。これね、ガズレレイベント来たことない方は絶対来た方がいいです。なぜかというと、その後の音楽人生がボロッと変わりますからね。もういいことばっかり言いますから、もう、あのね、ほんと、まあ、で、いろんな質問いっぱい聞きたいことあるでしょう。もういろんなリズムのこととかもどんなことも答えるし、まあ、基本的にはみんなで、ワイワイ大声で弾いて歌いまくるっていうのがコンセプトですからね。一人様、お一人様大歓迎。もちろんお仲間も大歓迎。来たらわかる。私がいるから。安心してください。大丈夫です。よろしくお願いします。で、その後、見てください。この予定、ズカ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 、どえらいことになってきました。もう、ものすごい状態になってますけども。もうね、東北も行くでしょ。はい。で、九州も行くでしょ。東京も11月11日、ガズレレの日、やるでしょ。まあ、
どえらいことになります。しかもまだまだ増えますからね、要チェックです。詳しい状況情報はホームページに書いてありますからね、もうぜひチェックしてくださいませ。イベント本当楽しみ、もうみんな来てね、一緒にウクレレ持ってきてよ。私のコンサートじゃなくて皆さんというか我々のコンサートっていうか、そんな感じでねやろうと思ってます。よろしくお願いします。このクラウドファンディングもいよいよもうあと2日ぐらいで終了になりますから、はい、これもうホームページに書いてあるんですけど、これはベトナムで作ってるもう本当に最高品質のウクレレ音、皆さんこの YouTube で聞いてるでしょ、ぜひこの情報もゲットしてください。もう通常販売にも向けてみよう、頑張ってます。よろしくお願いいたします。あと本出してます。はい、これリットルミュージックで出してるこの本がもういいんですよ。もうみんなが弾きたい曲100曲入り、これがもうめちゃくちゃ売れてます。今年の夏はこれもやばいことになってますからね。これでいろんな音楽を楽しんじゃいましょう。そんなことで2019年の夏から秋にもうね、もう本当にもう盛り上がるウクレレガズレレ楽しみましょう。皆さんありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら、バイバイ、チャオ。